はい、おねです。今回ですね、まずはファイのザーですね。もう大炎上してますよね。もう自分の会社でなんか兵員のやつ作ってですね、でそれに対応するムニャチンを作ってもう爆儲けすると。まあそういうことがありましたけども、こう暴露された内容を即刻トラさん陣営が調査開始しますと、いうことを発表しました。これでね、調査されたらまた偉いことになりますよね。で、そういったファイのザーが今もう注目されてますけども、新たなムニャチン、これ発表しました。他言うて。まあ、どのタイミングで発表しとんねんってね。だからもうこれもね、また怪しいですよね。ちょっとこの記事、お伝えします。次はビヨンデンですね。ビヨンデンがお払い箱になるっていうことを日本のオールドメディアで堂々とこれ報道されました。これ現代ビジネスですね。現代ビジネスが言ってるんですけども、今ビヨンデンがもうお払い箱になる理由とか、そのあたりもね、細かく言ってくれてましたので、そこの内容をお伝えします。最後にジョージのソースですね。今もトラさんとかもろもろ今ジョージのソースの名前がようさん出てきますけども、それをいろいろ調べてたらですね、また新たなことは予言が出てきました。30年前にこれ言ってるんですけども、日本が NATO ですね、これ加盟しますと、加盟することによってええことがようさんありまんねんと、もうデーの S 側のええことになりますから、ええことかどうかよくわかりませんけども、もうそういった計画があるんじゃないかと、そういう記事がありましたのでお伝えしたいと思います。まずはファイのザーですね。ファイのザーがね、今もえらいことになってますけども、もうあれがほんまなんやったら結構やばいですよね。もうね、何を信じたらええねんっていう風になってきますけども、トラさん陣営が即刻、これ調査することが分かりました。ちょっと記事紹介します。将来的な新たなムニャチンで金儲けをするために、新型コロコロを意図的に変異させる研究を行っているとして、研究開発本部長が語っている潜入取材動画、これが公開されましたけども、今はめちゃめちゃもうすごいです。で、ツイッターとかのトレンドの方でもめっちゃこうね、高いになってるんですけども、ちょっと時間経つとそのトレンドが消されてるとか、そんなことにね、まだプロパラガナがあるんですけども、それに対してアメリカの上院議員が翌日に、その公開された翌日に即刻、調査開始しますということを発表しました。フロリダ州を選出でなります、共和党の方なんですけども、マルコ・ルビオさん、バリバリのトラさん陣営ですね、もう右腕と言ってもええぐらいの方になりますけども、この方がアメリカ時間の1月の26日付になりまして、ファイのザーのアルバート・ブーラ、社長ですね、社長宛に公開質問状を一旦送りました。プロジェクトベータスが公開した潜入取材動画で語られた同社の研究について説明を求めました。あれほんまですかと、ほんまやったらこれえらいこっちゃですと、いうことをね、まず一旦説明を求めましたですね。今回のこの潜入取材っていうのは、研究開発本部長の戦略オペレーション担当の方になりまして、ジョードン・トリュシュトン・ウォーカーさんですね。もうウォーカーさん、この方がね、今も時の人になってますけども、ここの書面の内容ですね、ちょっと紹介しますと、私がこれを書くきっかけとなったのは、機能獲得研究、またはファイのザー社が研究開発本部長であるウォーカーさんが、ありましたですよね。それ暴露した、ウイのルスを変異させて、で、もろもろあれを作ってですね、ファイのザーが意図的に儲かりまんねんと、そういった報道がありました。それに対して今聞いています。これまで何度も証明されてきたように、ウイのルス、特に新型コロコロのような強力なウイのルスを変異させようとする試みは一切もう危険でありますと、こんなことはもう普通には考えられません。で、今回の流れている動画が真実であるのであれば、ファイのザー社はこの国と世界の健康への懸念よりも自社の履歴を欲望を優先させたことになり、責任を取らなければいけませんと。だからこれほんまないんやったらお前もう知りませんよと、もう責任取れよっていうことをね、言ってるんですよね。今アメリカ自体もですね、中国に対してですね、損害の賠償やでね、40兆円とかですかね、400兆円ですかね、お前らのブーの感が出てきたから、お前ちゃんと責任取れとか、そんなことも言われてるんですけども、ここでまたファイのザーもね、出てくるかもしれませんね。で、ここではこれ詳細に書かれてるんですけども、プロジェクトベータスが25日に公開した動画の中で、ウォーカーさんが思考進化タンパク質工学を使って、生き物またはウイのルスを含む他の生き物学的物質に自然淘汰を課すプロセスによって、新型コロコロウンヌカンヌを変異させて、ウイのルスの将来の変異の株のために新しいムニャチンを開発するというファイのザー社、この計画について、詳細を求めます言ってね、そんなこと言ってるんですね。言ってる内容はよう分かりませんけども、とりあえず専門的な言葉で言うと、なんかそんなのがあるんですかね。あと、トラさん陣がそれに対して、即刻動き出したということで、この調査結果がまた続報分かり次第お伝えしたいと思います。
で、この時の日とファイザー、まあ、まあ会社ですけども、またね、新たなムニャチンをですね、これ発表しまして、木曜日の真夜中になるんですけども、ニューヨーク州のニューヨーク、ファイザー社がこれ発表しまして、新型コロコロのムニャチン新しく発表しますということで、この新しいムニャチンっていうのはファイのザー社が研究室で作成された新型コロコのムニャチンで、なんだ、変異されたやつですか、それに対して 90% の効果があるっていうことが、売りらしいんですと。絶対お前ら作ってるやんけ言うて。90% の効果って相当高いんですよね。これがね、新たに木曜日にこれ公開されてまして、言ってる内容は、最初は夢でしたが、今は現実ですと、ファイのザーのアルバート・ダーティ・バーティ・ブーラ、CEO ですね。この社長がですね、これを言ってました。惑星を周回する宇宙要塞から語ったという紹介のね、され方をしてまして、なんでそんな 90% のものが今すぐそんな作れるんですかということですよね。ってなってくると、やっぱり自社の中でですね、変異をさせて、でそれをまたこう作ってるとかいうことがない限り、これできひんちゃいますかということでね、これ紹介されてましたですね。皆さんどうですかね。これをじゃあ女も頼ますわ言ってね、打つ人おるんかどうかもう分かりませんけども、まあ、ファイのザーが新たな紹介をしましたのでお伝えさせてもらいました。次はビヨンデンですね。ビヨンデン卸がですね、これ始まってるというふうに、アメリカの方でもね、自分のもずっとお伝えしてきましたけども、日本のオールドメディアが伝えました現代ビジネスがですね、これ大々的に言ってまして、こと細かくね、ビヨンデンがなぜ卸されるのかということを言ってました。特に2020年のあの時の件っていうのは、間違いなく悪いことやってたろうと、風のせいというかね、千の行でも悪いことやってたじゃんか、そういうことを言ってます。ちょっと記事、簡単に紹介していきますと、2020年のあの時の件っていうのは、悪いことやってただろうと。で、今そのアメリカで現在の魔女狩りが始まったというようなことを言ってるんですね。で、ビヨンデンたちっていうのは、民主党の態度は勝てば官軍であり、自らが行った行為を真摯に第三者が検証すること、これを拒絶してますと。そりゃそうですよね。もうほぼほぼ悪いことやってんのに、じゃあ調査して、いや何もなかったって証明すりゃいいのに、それ自身拒んでると。これはどうなんですかっていうことをね、言ってますね。おっしゃる通りですね。で、それで選ばれたビヨンデンなんですけど、今のところ何もやってません。だってもうマイナスのことしかやってませんっていう紹介のされ方をしています。で、今回ね、ビヨンデン陣営がやっとろうとしているのが、ビヨンデンをどうやって辞めさせるのか、後任はオカマのハリスをこうね、シナリオ描いてんちゃいますかって言い方をしてまして、ただビヨンデンがもゴリゴリ用の当選をねしましたので、2024年は年齢的にも出へんやろうと思ってたんですけども、出ます言うてね、ビヨンデンまた出ますってちょっと言い出してるから、これはさすがに勘弁やと。2回目はこのビヨンデンではやってられません。だから今のうちにビヨンデンを下ろすっていう、そういう計画があるみたいなんですよね。で、その下ろした後、オカマのハリスにしましょうかっていうことも一つあります。で、今回浮上したのがビヨンデンの機密情報ですよね。なんでそんなとこがにあったんですかということで、そこで昨年111月に事務所の鍵のかかったロッカーから、ビヨンデンの副の大統領時代の機密文書10点ほど発見したことが、これ発端だというふうに言われてまして、もちろんアメリカの方では通報すべき義務を行った場合には厳しい罰が課せられますけども、身内の犯罪の告発をした可能性があるというふうに紹介されてますね。現代ビジネスは どうやって調べたんですかね。めちゃめちゃね、なんかおっしゃる通りやなってね、この予算ありますね。で、一番不思議なのは、鍵のかかった戸棚の鍵、誰が手に入れたんですかと。会場は誰がしたんですか。そこの詳細が今報道ではされてませんので、これは明らかにビヨンデン卸が始まってるでしょうと、そういう紹介をねしてますね。ビヨンデンの人気はまず一切ないですし、次のオカマのハリスも人気もないんですが、一応そのビヨンデンは悪いことやって、今ね、そのもう国境ガバー開いたりとか、悪いことやってる人気ありません。オカマのハリスは何もやってないから、ちょっとマシなんちゃいますかと、そんなね、紹介され方をされてましたので、オールドメディアでビヨンデン卸を報道するという記事がありましたので、お伝えさせてもらいました。
最後にジョージのソースですね。ジョージのソースは日本が NATO 加盟にするということに予言してるんですね。これ30年前に発表した論文でこれ言ってるみたいでして、もしかするとこれもうすぐあるかもしれませんね。ちょっと記事紹介します。ジョージのソースが1993年に発表した論文があるみたいでして、 Toward a New World Order っていう、なんかそういう論文ですね。それは NATO の未来っていう内容らしくて、それを注目集めてます。そこの内容っていうのは30年前に発表された論文で、層のレンガ崩壊をきっかけに第二次世界ドンパチの世界秩序が終焉を迎えて、世界に無秩序が到来するという仮説をもとに NATO が取るべき地政学上の戦略プラン、これを描いています。要はデイの S っていうのは予言というかね、こうなるでしょうっていうことを前もってそれをね動いていってんちゃいますか、計画ちゃいますかという中身ですね。これがね気になりまして、日本を考慮に入れないといけません。日本は NATO に加盟するよう要請されるべきでしょう。そうすればニューワールドオーダーの建築を始められるでしょう。それはアメリカが残す超大国とすることをベースとして、オープンソサイティを統括原理とするものである。これは一連の同盟国によって構成され、最も重要なのは NATO と北半球を取り囲む平和のためのパートナーシップ協定であるということなんですね。だから日本が NATO を加盟することによってもっとなんか F になるんやっていうことを言ってるんですが、よくわかりませんよね。ただその今注目されてるジョージのソースがそういうことを言ってたという記事が見つかりましたので、お伝えさせてもらいました。だからこれから岸がね、まあどういうかわかりませんけど、NATO 行こうかなとかね、言い出したらですね、お前も全部計画やないかってね、なりますので、またこの続報ばかり次第お伝えしたいと思います。本当は以上になります。次回の動画もよろしくお願いします。ありがとうございます。